どこに行くんだ。よし、そういえばソフィーさんもエルデビーゲには何年かいるつもりなの？さすがにそこまではいれないかな。いろんな問題が片付くまではいるつもりだけど、それが終わったらすぐ帰るつもりだよ。こっちにいる間は年取らないんだから、もっとゆっくりしてけばいいのに。ほら、ここでなら何十年錬金術の修行してても元の時間に戻れるんだしさ。確かにそういう点では便利だし、それに面白い世界だとも思ってるよ。けど私の目的は一日でも早く公認錬金術師になることだから。それに私自身の心の時間は止められないもん。公認錬金術師の試験を受けるのが待ち遠しい気持ちはいつまでも抑えておけないよ。すごいな、そんなにはっきり言い切れるなんて。ここでは元の世界でできないことができる。けど逆にあっちでしかできないこともあるからね。私がしたいことはまさにそれだから。元の世界でしかできないことか。確かにソフィーさんの言う通りかも。私自身の心の時間か。なんか私もやりたいことが思いつきそうだよ。いい話聞かせてくれてありがとう、ソフィーさん。